ジョゼビアーナ・ダモッタは、ポルトガルのピアニスト、作曲家。音楽愛好家の薬剤師を父親に、当時は、ポルトガルの海外領土であったサントメ島に生まれる。ポルトガル本土に帰国後間もなく、非凡な学祭を表し、ピアノを演奏して、作曲を始めた。1875年から1881年まで、リスボン国立音楽院にてピアノと作曲を学んだ、あと、 1882年にベルリンに留学してシャルベンカ兄弟に指示。1885年よりバイマルにフランツリストを訪ねてその最後の皇帝となり、リストの没後は1887年よりフランクフルトでハンスフォンビューローの君等を得た。その後ピアニストとして演奏活動に入り、 1915年から1917年まで、ベルンハルト・シュター・フェンハーゲンの公認教授として、ジュネーブ音楽院の最上級クラスを監督した。1919年から1938年まで、ボコリスボン国立音楽院の院長を務めている。作品のうち、分けても、公共曲、祖国作品13や、ピアノと還元楽のための競争的作品、およびピアノ独奏曲は、 近年になって録音が出回るようになり、また原楽史重奏曲全集も公表された。フェルッチョ・ブゾーニとの往復書簡や、ハンス・フォン・ビューローについての回想ドイツ音楽やドイツ人音楽家に関する著作が出版されている。1957年には、モンテーセケーラ・コスタにより、以降を忍んで、ビアナダ・モッタ国際ピアノコンクールが創立された。ブゾーニは、著名な、 バッハのコラール前奏曲の編曲集を彼に捧げている。ありがとうございます。